そういう誤解だとかそういうのいいけん、死ぬから。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで めっちゃなんかしゃがみ込んどるけど2人。アイラ、何を拾ったの？なんだかキラキラしてとっても素敵。ひょっとしたら白爺が残していたのかもしれない。守り代わりに持っておいて。けど、シロを助けに行くには一体どうしたらいいのかしら。どこに行けばいいんかもわからんしね。な、何よあの渦は。何あれ。あの渦に飛び込めということか。違う？そっか。きっとあの渦に飛び込めばシロのところに行けるんだわ。あ、やっぱり合ってる。アイナ、わかってるわよね。ハーゴンを倒してシロを助けられるのはあなただけだって。うわー、全責任が。シロは本当に苦しそうだったの。きっといろんなものを一人で抱えたのよ。あいつお兄さんぶるっていうか、強がってカッコつけようとするから、あなたにも頼れなかったんだわ。ルー、シロが苦しそうにしてたのに、結局何もしてあげられなかった。それにアイナ、あなたって喧嘩別れしたままシロともう会えないなんて嫌でしょ。まあそれはね。アイナ、シロを助けに行ってくれるわね。もちろん。そう来なくちゃね。当然そう言うと思っていたわ。アイナさん。何？私たち、アイナ、みんなあなたに話があるみたい。出発の前にみんなと話してみて。あれがハーゴンか。なんと恐ろしい姿よ。しかしあいつの言っておったことは、まあ理解はできんよね。アイナさん、ハーゴンが言っていたこと本当なんでしょうか。私たちが幻の存在だなんて。それに、指導が破壊神だなと。もしそれが本当だとしたら、アイナさんは破壊神と友達だったってことっすね。それはそれですごいよね。もちろん俺たちもっすけど。俺たちもっすけど。でもっす、神様と友達なんて悪くないっすよね。俺もう一度指導さんに会いたいっす。ポジティブー。アイナよ、我が輩たちがどうなるのか。それは今考えても仕方のないこと。何より、シドを助けに行くのだ。ハーゴンを倒し、シドを連れて帰ってきてくれ。もちろん。行ってください、アイナさん。もし強い敵は立ちはだかっても、今まで一緒に物を作ってきた経験が必ず役に立つはずです。退治だけじゃありません。噂のゴルドンさんやミナデイン法も、きっと。噂になっとるのね、みんなの中で。私たち、ずっとずっとここで、お二人の帰りを待ってます。頑張ってくるよ、私たち。私たちはハーゴンに作られた仮初めの人間ってことですか？そういう人とそうじゃない人がおるってことなんかね。はあ、どうしよう。これマジ夢じゃないよね。てか、シドウはどこに行っちゃったわけ？なんか緩くて安心するわ。シドウさんが、俺たちの大切な友達が破壊神だったなんて。うおー、俺たちどうなっちゃったんだよ。シドウ！世界が幻だったなんて。嘘だ。誰か嘘だと言ってくれ。あ、これ、あれなんや。なんか空中にあるんかと思ったけど、地面から湧き出たんやね。なるほど。行くのね、アイナ。私には難しいことはよくわからない。だけど一つだけわかってることがあるわ。もし私たちが止めても、あなたはシドを助けに行くってこと。どうせハーゴンとか幻とか、あなたにとってはどうでもいいんでしょ？ただシドを助けたい。違う？まあ、どうでもよくはないけど。アイナ、言わなくてもわかってるぜ。俺たちはおめえのことなら大体わかる。オイルとミルス。でもってアイナとシドの荒くれ筋肉はどこに行っても不滅だぞ。荒くれ筋肉。この空不安ね。ハーゴンの言う通り、世界が滅ぶ日は近いのかもしれない。きっともうすぐ、私たちも消えてしまうわ。でも2人が帰ってくるまで、私たちはここで待ってる。めっちゃ筋肉見せつけられるんやけど。アイナ、気をつけて行ってきてね。そして必ず、シドを助け出して。ちょっと愛の手みたいなのうるさいよ。この世界が幻だったなんて。でもまさか、しかし、そんなことが。まあ信じられんよね。そんなのすって受け入れられるわけはない。シドがあんなことになるなんて、絶対に助けなきゃ。お優しいシド様が、急に人が変わったようになったのも、ハーゴンのせいだったんですね。まあそうやね。あれがハーゴンか。亡霊とはいえ、ものすごい力だったの。いや、亡霊ゆえなのか。まあ人間には、まあもともと人間じゃないけど。生きとったらできんような行動もできたんかもしれんけんね。
あれがハーゴンか。なんと恐ろしい瞑想よ。わしは背筋が凍って動けんかったぞ。行くのだな、アイナ。信じたくはないが、ハーゴンが言っていたことが嘘ではないと、ムーブ力出身の私たちにはよくわかる。ふん。ローレシアの幻、そして偽りのロンダルキア、あの風景こそがその証拠だったのじゃ。アイナ、シドウと君に距離ができてしまったのには、私にも責任がある。どうかこのまま終わらせないでくれ。必ずシドウを助け出してきてほしい。破壊神シドウか。思えばムーン武力でのあの修羅のような戦いぶりも、破壊神であるがゆえだったのじゃな。でも、私は信じています。どんな恐ろしいことが起きようと、シドウ様の良いお心は、きっと失われはしないと。シスターの言うことならね、きっと。アイナ、君ともにシドウを助けに行きたいのは山々なのだが、ハーゴンが現れてから、私たちの体が少しばかり変なのだ。幻として消えかかっているらしい。マジで？最後の最後まで君に頼ってすまないが、どうかハーゴンを倒し、シドウを救い出してくれ。頑張るよ。アイナ、みんなと話し終わったのね。この先は何が待っていいかわからない。無事に帰ってこられる保証もないわ。それにきっと、道具や装備もあまり持ってはいけないはずよ。でも、それでも行くのよね、アイナ。しっかり準備をして、出発する覚悟が決まったら、あの黒い渦に飛び込むのよ。行ってらっしゃい、アイナ。ルルもみんなも、あなたの指導のこと待ってるわ。頑張っていきますか。ふぅ。あんまり道具を持っていけんっていうのは、とりあえず、ここにあるものは持っていけるんかな。よくわからん。とりあえず行くしかない。行け。いよいよ行くのね、アイナ。白 G のビルダーの魂は持った？それに強い武器と強いハンマーも必要よ。どう？出発の準備はできた？その辺は整っとる、大丈夫。わかったわ。シドウを助けてあげられるのはあなたしかいないもの。いいこと？あなたとシドウは一生ルルの奴隷としてルル王国で働いてもらうんだから。いやもう私の国になったからね。あなたたちがいない空っぽ島なんてつまらない。絶対に絶対に帰ってくるのよ。了解。行ってらっしゃい、アイナ。ルルもみんなもあなたとシドウのこと待ってるわ。何？ワープ？ワープなの？汚らわしい。何急に。浅ましい。そして嘆かわしい。今こそそのような暗がりからお出になる時です。お、指導が解き放たれる？何？さあ、こちらへ。ん？私？なんだかよくわからんけど、全然前が見えないぞ。なんか青い光だけあるけど、そんなに見えんもの？たどり着いた。あ、動かしよったの、シドウ。なんだよ、ここは。俺は一体。シドウ様、破壊神たるあなた様が、いつまでそのような弱々しいお姿なのです。さあ、これは、あなた様に捧げる生贄です。生贄？ん？うわぁ、びっくりした。モンスターを倒せ。ティティ。おぉ、なんか指導を動かせるってすごい新鮮なんやけど。いいね、いいね。なんだ、俺の中に何かが。はっはっは、良いぞ、ハーゴン。もっと、もっとだ。ん？ハーゴン？なにこれ、これ指導のセリフ？なんだこの声は。俺は、誰のセリフ今の。クッ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 ク。おお、来た来た。モンスターを倒せい。てい。全然やん。はっ。イエーイ。てい。何それ。え、何？復活した？いや違う、やっつけれてないんか。あ、ちょっと回復したね。なんだこのモヤモヤは。俺は一体。うがー。てか何この空間、超真っ暗やん。はっはっは、抗うことはない。今少しだ。何？やっぱり指導の中の、もう一人の自分、本当の自分みたいな。まだ？あー、いっぱい来る。普通にやっつけた方が早い気がしてきた。ため攻撃よりも。
どうなってやがる。俺が、俺じゃなくなっていく。自分の心の声的な。いいえ、そうではありません。これからあなた様は、本当のあなた様に戻られるのです。クッククッ。はっはっは。はっはっは。お、ハーゴン？どこ？え？こいつらを。え？今倒したの？ルル、チャコ、アネッサ、誰がこんなことを。いや、配置的に、さっきの骸骨じゃない。何をお言いなのです？あなた様が殺したのです。いかがでしたか？生き贄の味は。あの後みんな、ここに連れてこられたってこと？俺が殺した？そんなバカな。幻かな？このクズどもも、最後の最後に役に立ってくれました。クックック。神に身を捧げることができたのです。こやつらにとっては身に余る光栄。貴様、許さん。許さんぞ。俺がぶっ壊してやる。お、ハーゴンを倒すの。へい。え、一発。あたしやん。あゆな？違うんだ、これは。そういう誤解だとかそういうのいいけん。死ぬから。はは、まさか、嘘だろ？はは、はは。壊れてきたよ、指導が。はっはっは。解き放たれる。絶対幻やん。くっくっく、お見事です。汚らわしい記憶を自ら消し去られましたね。さあ、破壊神指導様。今こそ真にお目覚めになる時です。何この姿のまま。うわ、違う、何？え？なんかめっちゃでかい手が。ね、どこの部分、え、どこから生えてきたや、あれ。え？目が。あゆな。あゆな。ん？おるってこと？助けてくれ。あ。なるほど、そういうことね。そこにおるわけではない。最後のこう、指導の心の叫び的なやつ。うわ！めっちゃ破壊された！なになになに、なんか岩肌からめっちゃ腕が。破壊天体指導、新たなる神の目覚める地。破壊天体指導？それがこの場所の名前ってこと？うわ、ちょっと待って、そんな中心に、うわ、やめて、殺される。殺される。やばいやばい、何あれ。うわー、助けてー。なんかおるよ、あれ。うえい！いや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 。こっちが殺されるんですけど。ちょっと待って、怖い。何かを積み上げんといかんけどさ、積み上げん、ないんやけど何も。この辺の砂を壊せばいいってことかな。ちょっと待ってね。そっちに行くから待ってて。誰かわからんけど。まあでもこういうところにも人がいるのね。人じゃないんか。あ、足場が逃げられない。ん？あれメタルスライム？メタルスライムが逃げれんのってどうするんや。へい。あ、足りないかもしれない。足りんわ。普通に足りんわ。ちょっと待ってね。あ、落ちたよ。あ、ここにワープしてくるんやね。なるほど。めっちゃびっくりしたんやけど、死んだと思った、今。はぁ、死んだーって思った。何？今なんかなかった？気のせいか。気のせいか。めっちゃ焦るんやけど。よーし。ふぅ、行きますかね。よいしょ。さあ、これで。え？何これ？あ、こんなところにやってもいかんやん。どうも。足場を作って助けてくれたんだ。ありがとう。いえいえ。だけど君人間だよね。どうしてこんなところに。
あ、もしかしてあれかな、あっちの方とかから風のマントでも来れたんかな。いや知らんよ、なんか黒いところに飛び込んだら、え、友達を探しに来た、指導がどこにいるか知らないか、だって。そんな人知らないけど、うぇーい、うぇーめっちゃ巨大化したで、それどころじゃない、やばいやばいやばいんだよ、このままじゃみんな死んじゃう。ねえ、ここは約束の地なんだよね、どうしてどうしてこんなことに。とにかく逃げなきゃ逃げなきゃ、どこかないの、どこかないの。知らんよ、今私ここに来たばっかだし。もうなんか敵、あ、話しかけてきた。おいお前たち、そんなところに何をしている、そこは危険だ、早くこっちへ来い。お、助けてくれる仲間、やばいやばい、あれあれ、やばいやばいね。お、風のマントが使えん、え、使えんね、ここ。私がなんかミスったんかと思ったけど、普通に使えんかった。ん？貴様は人間、なぜこんなところに人間がいる、一体何者だ。ビルダーです、ただのしがない。何？ビルダーだと、まさか教団の聖地とも言えるこの地に殴り込みをかけてきたのか。教団の聖地マジで、めっちゃなんか周り敵だらけってことやん私。捨ておけん、今すぐその首ねじ切ってやる。そんなことしてる場合じゃない、死んじゃう死んじゃうよ、ねじ切る前にみんな死んじゃう。では安全な場所に避難するとしよう、安全な場所で安全に首をねじ切ってやる。安全、私にとっては何も安全じゃないぞそれ俺様に心当たりがある、ついてこい。何、敵なんですけど、俺様に続き、ちょちょちょ、敵敵敵敵敵、お、消えたよ、魔物だ、君も魔物だよ何を言ってんだか知らないけれど、てか全然アイテムないやん私、やっぱ本当に全然持ってこれんかったんやね。うえい、ぐお、またあの腕だ、お前たち気をつけて進むぞ。あの、いにしえの、何、ビルダーの心なんかわからんけど、なんかそれ一個しか持ってこれんかったんやね。全然意味なかったってことやん。あ、びっくりした。何あの花、人食い花っぽい感じ。見て、見て見て見て、下に誰かいるよ。あ、ほんとや。助けてー。うひー、出られねえ出られねえ出られねえ、あれは助けるべき、ち、穴に落ちて混乱しちまってるらしいな。何、助けてあげようだと、あいつは物だぞ、人間である貴様が助けるだと。助けますよ、行き止まりだー、ちょ、君大丈夫、うひー、逃げ場がない逃げ場がない、もうダメだもうダメだ。おいお前落ち着くんだ、まだ逃げ場はある、おいらすっかり混乱しまって、ありがとうよ。でならそいつに言え、どうやらその人間は魔物も放っておけないお人よしらしい、かわいいねさあ俺様についてくるんだ、安全な場所まで連れて行ってやる。さあ行くよ、よいしょ、足場は作ってあげるからね、よいしょ、お、来た来た、びっくりした、なんなんここのモンスター、なんかさ、めっちゃ黒いんやけど、正体わからんすぎて気持ち悪いよね。まあ、多分、獣系の魔物なんやろうなっていうことはわかるけどね。なんか、毛皮取れたし。こいつらにとっては仲間ではないの？違うの？なんか、この辺のとか使えそうじゃない？なんかわからんけど。こっちの方がいいか。あー、ごめんごめん。はい。来たー、うわー、危ないよ危ないよ、はい、どっち、早く行って、遅いよ動くの、うんうんうん、あ、なんかあっこに明かりがあるね、あっこかな、目的地はぽいね、よし、あそこだ、あそこならあの妙なのでも入ってこれまい、マジで周り破壊されて普通に入るんじゃないてか、そういう気しかせんねえけど。もうなんか人工的な場所や。おう。おう、なんか仲間？え、違うの？うひー、やっと着いたな。死ぬかと思ったぜ。それにしても随分変な場所だね。見慣れない不思議なものがたくさんある。キラーマシーンがいっぱいおるんやけど。
はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この世界に人間はおらんってことなんかな？モンスターだらけ？なんか生きて帰れる気がしない。